した予習言葉の意味を分かってるのがこっちが心配になってくる大きく見せてるところは可愛いそのツケをどこに持ってくるの自慢話を聞きに来たんじゃないあなたは私をどうしたいの時間だってね肩じゃないんだし響かない言葉並べないで惨めなところ見せないでこのまま返しでもいいの恋の始まりは理屈じゃないよ全然始まりそうになんかない熱しやすくで冷めやすいんだ俺そんなこと誰も聞いてないでしょ無駄に今日つって桜を落としてるがっかりさせないでもうこれ以上追いかけたくなるくらいに捨ててよあなたは私をどうしたいのいくらでもない心が寂しい静かにさせてこんな私を